カヤインは、兵庫県三木市にある、元山修元宗の寺院。三号は、大谷山。本尊は、美写門天。山伏の寺として知られる。震災国十三箇所、第二十六番札所。次元では、高徳天皇の直眼寺として、大化元年に、報道千人が回帰したとされる。以来、大谷寺と称し、また東一望と称した。千人は、 天竺から雲に乗って日本に飛来したとされる伝説的な人物である。現在の兵庫県南部を中心に報道回帰伝承を持つ寺院が点在することから、天竺から平来うんはともかくモデルとなる山岳修行者が存在したことは想定される。報道回帰伝承を持つ他の寺院と同様、かやいについても早々の正確な時期や経緯については判然としない。 平安時代中期には数十の道具と百三十四の傍者を持ち、花山法王の行行があったと記されるなど流星を極めたが、安土桃山時代の橋場秀吉の三木合戦において、東山に別所長春法の陣が置かれたことによる陛下により、大被害を受け、さらに慶長十四年の失火も重なり、城塞のような石垣を残して全山を消失した。現存する道頭は、 慶長15年以降の諸国大名の寄進によるものである。遠方9年、五歳上皇の直により、仏田かやにちなむ事業を、かや院と改めた。中世以降、昭和院末の主元寺院として、勢力を持ち、江戸時代には、天台系山伏を統率する4人間の一つとして、主元会に脅しを振るった。現在も10月の大の日には、各地から多数の山伏が参集し、 近畿地方では最大の規模を誇る斉藤大駒が行われている。なお、入山料は草引き10本となっている。2004年斉藤大駒とも断層。ありがとうございます。